無事に復活をアピールできた感覚の選手。試合後、初めて報道陣のカメラの前に。そこで彼が語ったのは、直接謝罪できた時にすごい心の内ではもうすごいかわいそうっていうふうに感じました。自らを負傷させた日大選手への思いだった。しかしこの質問には、問題が断熱着の監督のコースは反則の指示はしてないというふうに言っているんですけども、そのことについてはどういう印象ですか。それについてはそうです、すいません、最後に苦しい3週間を過ごしてきた監督の選手が初めて語ったその胸の内とは。怪我をさせるという意味で言ってるんだと僕は認識しています。加害者宮川選手、覚悟の顔出し、実名単独会見。演じていただけないと思うんですが、私からの指示ではございません。日大アメフト部指導陣は、ただし青年の未来を切り捨てようというのか。協力感じたというのは、やはり選手を守っていただけないというところ。アメフト部の起こした疑惑が、日本大学全体の体質を取る事態にまで発展した
反則タックル問題。彼のアメフト人生を結果的には奪っているかもしれないです。現在それに対して心の痛みはありませんか？一体何を守るための会見だったのか。日大は今誰を救うことに全力を傾けて経営する。試合後内田前監督は取材の場でこう答えていました。いやいや、それはそれで、正直ちょっとひどかった。ひどかったですよ。あれは笛鳴った後ですから。悪びれることなく悪質なプレーをさせたことを認めた内田前監督。さらに、勝利のためチーム掌握のため学生プレーヤーをここまで追い込む内田前監督は一体どんな人物なのか。